朝です。今朝なんですけど、今日はね、家から、撮っています。昨日のね、19日の、ヘタベベーとの試合のね話をしていこうと、感想の動画になると思います。結果から言うと1対2で負けました。で、前半に失点、前半に0対1、コーナーキックからベッドプレーで、失点したんだけど、やられ方もちょっと、自分たちの不注意だよね。15番のサイドバックの選手がいるんだけど、その選手が安易に足組んで出して、で、空振って、で、中でぐしゃって決められたっていう感じです。で、後半は、そこから、30分ぐらいかな、30分ぐらいの時に、その僕たちのコーナーから、放り放って、中でこうキーパー競り合って、こぼれて、シュート打って、ブロックして、ぐちゃ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 ってなって、でそこからこぼれ球拾って、キャプテンが押し込んだって感じ。で、1対1の、3分後とか、5分以内かな、5分以内に、相手が、サイドに展開して、左サイドに展開して、うちの左サイドに展開して、で、それで左サイドバックの、その15番選手も同じなんだけど、その選手がかぶってヘディングで、こういうピュッて感じ、かぶって、きれいにコントロールされて、きれいにセンターに投げられて、で、中の、状況も間に合ってなくて、ダウンが戦える感じ。もう本当になんか、練習でやるような、センターリングシュートの練習みたいな感じでゴールは決められました。で、結果から言うと1対2で負けてしまったと。8点王でした。はい、非常にチームとして、状況は変わらず、難しい状況ではあるんですけど、チームとしてのところでは非常に、よく、非常にじゃないな、すごく、インテンシティも高くタイトに戦えてると思いますし、少しずつですけど、やっとチームらしくなったんじゃないけど、こうなんとか残留のためにこうみんなで戦おうとか、本当に勝ち点ちょっとでも拾いたいっていう気持ちではみんなプレーできてるのかなと思うし、本当に距離感とかも、なるべく認識的にみんな近くでプレーしようとはしているかわからないけど、声かけない合いながら、プレーできてると思うし、本当ちっちゃいところなんだけどね、そういうところを意識しながら、ここ絞るところとか、ここ見なきゃいけないよとか、ほんとちっちゃいところなんだけど、声かけてあげるってことがすごく大事だと、これはサッカーなんだと思うんだけど、そういうところが、できてきてるなとは、守備において、下位のチームだから、そうやってね、相手にボールを持たれる時間、特にそのヘタフェベーとか、そのカンテラのチームに関しては、相手ボール持ってくるので、そうなってくるとやっぱりこう自分たちがねボール持ってない時間の方が多いから、いつものねどの試合でもね自分たちがボール持ってプレーできる時間は少ないんだけど、そうなってきたら守備でどれだけ頑張らなきゃいけないかっていうところは重要になってくると思うんですけど、そこで、ちゃんとしっかり内側を切って、こういうスピッチで言うとね、ピッチがこうあったらこう三角形の形でね、中しまうっていう原理原則ところは、やれてるんじゃないかなと思いますし、たまぎわのところであったりとかはタイトに戦えてるなとは、感じてます。でただね、個人としてはこれはチームとしての感想ですし、0対2じゃなくて1点取れたっていうのは非常に大きかったかなとは思います。多分ね、ヘタフェビーも2とかのチームなので、アウェイだし、審判も非常にね、よくわかんない審判だったし、僕も足切られて、試合中に結構腫れちゃったんだけど、今も腫れてるんですけど、そういうこともありながらなので、1取れればよかったかなと、1取れたなと思いますし、チャンスが全くないわけじゃないので、そういうところで本当決められてたらなと思うけど、やっぱり結局セットプレーなんだなとは思いました。サッカーセットプレー超大事だなって。特にデルセラとかだとこういうコンピューティングのね、カテゴリーだと、そういうところが本当に重要になってくるかなとは思います。で、個人として、
のところ、まあ、個人としては相手の目を潰すとかいうところは僕の求められているところだと思うし、まあそういうところだとうちはやらせないと、絶対中からはやらせないとか、そういうところだと思いますし、まあその守備の部分ではまあ良かったかなとは思っています。すごく集中できて90分間集中できてプレーできたし、守備のところで1対1負けないとか、まあ、当たり前のことなんだけど、フィジカルコーナーでも強くいくとか、まあ、強くいくって言ってそのボール奪うとかね、奪い切るとかっていうところはまあ、たけでできたかなと思ってるし、まあ、そこに関してはポジティブに捉えていいと思います。相手が下手での、ね、B の選手であろうと、まあ、全然できたんじゃないかなと。相手の10番とか多分トップチームとか入ってるんじゃないかな。パデルレーとかの人は出てると思うんだけど、そういう選手と相手やっても全然大丈夫だったのでまあそこはある意味自信持ってたのかなとは思いますし、現時点のテレバルの試合の23番とかもいい選手なんだらしいんだけど、まあ、そこに対してもやれたのでやれてる自信はあったので、まあ、勝ててる自信があったので、まあ、そこは本当に自信持ってプレーできたなと思ってます。まあ、守備に関してそういうところを奪い切るとか、前前線にこう力強く入れるっていうところに関しては、まあ、自分の持ってる、ね、一番ストロングなところなので、うん、やったかなと思いますし、もっともっとそこを極めてこのカテゴリーでまずねアピールして、ああいい選手いるなって思わせたい、思わせれるようにね、まあ、積み重ねていけたらなと思うし、まあ、そういうのが、まあ、今僕がやれることだと思うので、まあ、そこをやっていきたいとは思ってます、はい。で、まあ、攻撃のところ、うん、攻撃のところでは、しっかりとね顔出してボールもらう、まあ、常に三角形意識しながらプレーはしたんだけど、でなるべく前で、あんまりディフェンスラインに引き込まれるのは良くないから、確かにこの守備の時間が長くて後ろ重心なチームとしてなっちゃうときに、僕もそれにつられて後ろに入りがちな時はたまにあるんだけど、それは意識的にね、変えれたので、なるべく前でっていうプレーイメージではプレーしてて、まあそれでもね、そんぐらいでやっとちょうどいいぐらいにいるかなと思えたかな。ビデオ見て理解して、うん、まあ、顔も出せてそこで展開とかも出せてきたので、まあそこに関してはポジティブだったなと思うし、ただもっと判断早く、その、うん、狙ってやってる時はいいんだけど、もう本当にここしかないよっていうパスってあるじゃない。その時のやっぱテンポをもうちょい早くしないといけないな。止めていけるか、そこのテンポをもっと早く、もうそこしかないんだから、簡単にやるところだから、そこも早く簡単にやろうよっていうところだと思うので、もうそこは頭切り替えてイメージ早くポンポンポンってやっていきたいなと思ってるし、そこはちょっと課題かなと僕も思ってます。まあ、なるべく早いテンポで渡してあげる方が次の選手フリーだし、吉野選手そんなクオリティ高い選手いないので、うん、詰まったタイミングでプレーできない選手がいるから、なるべく早くパスとしてどうぞ、じゃプレーして、これでプレーしてっていうやってる方が、彼らにとって、そのチームにとっても、まあ、ポジティブな方だと思うし、そういうのがいいかなと思ってます。はい、で、ボール持ってる時も、こう、積極的に、消極的なプレーは、あんま、消極的なプレーってイメージをね、ちゃんとできた持ちながらプレーできたかなと思ってるので、そこはポジティブなところだと思います。まあ、要因として考えられるのは、ヘダヘダのグラウンドが非常にいいから、うちのカンプは、スタジアムは、本当に悪いんだよね、芝が。本当にボール全部跳ねる。本当に全部跳ねるから、ちゃんとボールまっすぐ綺麗に転がしても転がらないんだよ、ボールが。それは相手のチームでも同じことが起きてるから、多分そうなんだよね、カンプもなんだよね。そのちゃんとこう、ピシッて蹴っても、跳ねちゃう、ボールが。まっすぐ転がしても転がんない。そういうグラウンドだから、やっぱ難しいよね。止めることに意識しちゃう。でも、スケダーレンジのグラウンドはもうすごい綺麗なグラウンドだから、もうそこのストレスはない。別にトラップに関してはもう当てれば止まるじゃん、ボールは。だから大事で、トラップ大事なんだけど。でもそこじゃなくて、もう考えながら次のこと意識しながらトラップできたかなと思ってて。じゃあもう相手来てるからこっちだよね。こっちの体重を取るからっていう意識は、持ちながらできたから、そのプレーがそのフォーカスする集中しているところがこう別のところにあったから良かったかな。まあでもその感覚は大事にして、何が違ったのかなって、もう準備の問題だと思う。
し、なるべく早く準備する、立ち位置良くするということを意識してたから、そういう余裕が生まれたと思うので、まあ、次はもうまたアウェアなんだけど、アウェアはアウェアでね、多分アウェアのグラウンドがいいから、そこの順番はないんだけど、まあ、ホームの時でも、まあ、練習の時からね、そういうところを意識してあれってやっていければ、別にね、自分のファンとかなんだと、まあ、ホームなのかアウェアだろうと。やっていけると思うし、まあそれはね、言い訳になっちゃうからね、そんなの。まあちゃんとボール止めて蹴れる技術をね、まだまだつけたいと思います。ちょっとめっちゃ喋っちゃった。10分半になっちゃったんですけど、はい、まあ、非常にまあ、次につながるゲームができたかなとは思ってますし、個人としても、今日20日なんですけど、今日までにチームのモスカルドのホームには、去るのか、残るのかって言わないといけないので、これから電話していろいろ、あの、LINE の人から、まあ、あの電話して、来ていろいろ話すんですけど、うん、まあ、移籍できればいいなと思いますけど、まあ、いろんな気持ちがあります、探すなので、またそれを次、明日のね、動画で話そうと思いますので、聞いてもらえたらと思います。そんな感じで、昨日か、19日、ヘラヘビートの試合の感想動画になります。こんな感じで終わりになります。では。